司法学院へようこそ。今回はお太鼓系でございます。花いかだというふくらすずめを重ねたようなお出結びで、意外と簡単ですけど豪華になるお出結びをレッスンしてまいりたいと思います。では早速参ります。手先を90センチのところにクリップをしまして、印をしまして、接中心ですね、接中心で帯を巻きまして、もう 何度も巻き方は、帯の付け方はレッスンしてまいりましたので、省略いたします。で、手先が90センチっていうのが分かれば、90センチといったら、帯の幅が30センチだから 3倍ということになります。3倍をのところにクリップで印をいたしまして、で胴に巻きまして、手先を上に一結びいたします。ここは広げてまして、垂れ先からですね、60センチ、垂れ先から60センチのところにクリップでまた印をいたしまして、60センチといったら帯の長さが30センチだから帯の2倍のところで60センチ、ここにクリップをして箱ひだを作ります。ふくらすずめで、レッスンしてまいりました箱ひだですね、それを作りまして、箱ひだがこの拳一つ分ぐらいのところに箱ひだが来るような形で背中につけます。で、ここでいつも使ってます3本ベルトをいたします。1つ目の三つ編みひだを作りますけど、肩幅すれすれぐらいですね、大きさ。肩幅すれすれぐらいの大きさに布目を通しまして、三つ編みひだを作ります。ベルトの2本目のところに入れます。で、垂れ先の方でもう一本、手先の方でもう一個作ります。三つ編みひだ、一番奥に入れます。ここで小さい方の帯枕ですね、をして支えます。胃を直撃したら胃が痛くなりますので、少しずらしたところでしっかりと。帯揚げをかけます。
上にかけてた赤ひだを下ろします。あとは帯締めを直接内側にしまして、少し長めがよろしいですね。垂れ先が少し長めになるようにします。相手によって左を右に一つ。上を横にして下からくるみます。右は上から左は下から。あとは表情を整えまして、これで出来上がりでございます。箱ひだは拳一つ、背中心の拳一つ分ぐらいの高さに、やや高めにつけます。そして、垂れ先は人差し指一本より長めで、お太鼓より少し長めにつけた方が表情が素敵になります。クラスズメの羽を2枚重ねたような花い方でございます。思ったより簡単にできますので、どうぞレッスンして楽しんでいただけたらと存じます。最後までご視聴ありがとうございました。